戸べ正実とは、地方競馬の名古屋競馬場、川西武市旧社所属の騎手である。愛知県騎士会会長経験者でもある。1983年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月20日、名古屋競馬第3競争、峰の成功でレース初騎乗。同年5月6日、19戦目となる、中京競馬第5競争で丸仏ライフに騎乗し、 初勝利を挙げる。1988年9月18日、新潟競馬場で行われた第34回、オールカマーでヒデノフアイターに起乗し、中央競馬初帰九1993年9月20日に、地方競馬通算500勝。2000年12月12日に、地方競馬通算1000勝をそれぞれ達成。2006年11月28日、 名古屋競馬第11競争のコ覧ラン系特別を西のフィクサーで優勝し、地方競馬通算1500勝達成。2007年9月20日、名古屋競馬第3競争をマヤの足火で優勝し、地方競馬通算1600勝達成。2008年10月20日、名古屋競馬第10競争のコウマザ特別を新ワイルシドで優勝し、地方競馬通算1700勝達成。 2009年8月7日、笠松競馬第9競争の第15回甲賀の森水坂月をワイルドビーナスで優勝し、地方競馬通算8 0 0勝達成。2009年12月31日から2010年1月2日にかけ、名古屋競馬の重賞を3つ続けて勝利した。2011年12月6日、名古屋競馬第6競争をマリブビーチで制し、 地方競馬通算2000勝を達成。2016年9月21日名古屋競馬第2競争をエスプリベルテで制し、地方競馬通算2500勝を達成。ありがとうございます。